はい、今回はエリミネーター125を紹介します。エリミネーターはバルカンとともに川崎を代表するアメリカモデルです。あとは裸頭巾で斧を持った危ないやつですね。勇者の父親がこのグラフィックだった時はちょっと切ない気持ちになりました。兄貴分の750や900、あと ZL1000 や1100なんかもありましたかね。これらは GPZ と同系のエンジンを中低速に振って搭載していました。当時最速と言われた心臓を移植しているわけですから、そりゃ早かったらしいです。シャフトドライブなのも素敵ですね。まさにドラッグマシンのポテンシャルです。見た目もそれっぽくて男汁がガンガンに飛び散っています。そんなエリミネーターには400や250も存在します。80年代後半に発売されたこのミドルクラスは根強いファンを獲得し、特に 250cc シリーズは累計で20年以上のロングセラーを記録。中でもビキニカウルを備えた SE は有名ですね。なのでエリミといえば250や 400cc のイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。そんな感じで一つ屋根の下で兄弟が多いエリミネーターですが、一番下の弟がこの125になります。タイ生産のものを日本に正規導入した形で1997年7月に発売されました。90年代はネイキッド同様にアメリカもミドルクラスが主戦場でした。割と流行っていたというのもあって、各メーカーがこぞってクルーザーを発売してしのぎを削っていました。ただ 50cc クラスはホンダの独占場。これは以前にジャズやマグナ50でも紹介した通りです。残る125クラスに焦点を当てたのか、ここに突っ込んできたのが川崎でした。125アメリカンは珍しいですけど、海外に目を向けると実はたくさんあるんですね。シャドウ、ドラッグスター、ピラーゴ、イントルーダー、ドラッグスターといった輸出専用モデルが発売されています。特にシャドウ125やビラゴ125なんかは V ツインエンジンを搭載していてかっこいいですね。なおエリミ125はご多分に漏れずクーレーシングルです。日本国内での125アメリカンはエリミ125だけかと思えばそうではなく、スズキからもマローダー125が1998年3月に発売されています。ただこちらはすぐに日本市場から姿を消したので、海外モデル並みにレアな1台です。余談ですが、アメリカンはなんか物騒な社名が多いですよね。エリミネーターは排除するものという意味で、マローダーは略奪者とか襲撃者です。他にもイントルーダーは侵入者、デスペラードはならず者、サベージュはどうも残忍、バンディットは盗賊や山賊、テンプターは誘惑する者、モレはしなやかな足、柔らかいふくらはぎと、スズキは個性的な名前が多いですね。はい、そんなわけで車両を見ていきましょう。今回の試乗車は川崎エンブレムの初期型で、エンジンガードとリアキャリアが追加されています。まず125が発売された97年は250と400しか生存しておらず、大排気量のエリミネーターはとうに消え去っていました。なので250あたりの雰囲気が色濃く反映されているように思います。ドラッグレーサーというよりはスタイリッシュなクルーザーという感じですね。250は98年に V2 になってエリミネーター 250V になるんですが、125は車体が専用設計だったと思いますが、見た目はサイドカバーの形状も似ていますし、タンクとつながっているような一体感のあるデザインです。あとは車体が大きく風格がありますね。全長が 2150mm もあります。オフ車も含めて 125cc クラスで全長が 2100mm を超えるものは10台もないくらいなんで、結構大きな部類に入ります。これなら原付で帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし、なんて苦い思いをしないで済む好感度ですね。これはホイールのサイズによるところもあります。リムサイズは前11インチ、リア15インチで 250cc 以上のアメリカモデルと同等の大きさです。ただここはスポーク仕様です。エリミシリーズは3本キャストでおなじみですが、250と400の派生車種である LX みたいにレトロな感じになっています。あとエリミ400以上はシャフトドライブですが、こちらは当然チェーン式で428サイズになっています。ブレーキはフロントが 250mm ローターと片押しワンポットキャリパーのディスク仕様、リアはドラム式ですね。ブレーキシューは AR125 なんかと共通です。このフロントキャリパーは2001年モデルから2ポット仕様に変更されています。はい、仕様変更の話になりましたが、エリミネーター125は2度のマイナーチェンジが行われています。1回目は2001年、先ほどの前ブレーキの他にまずハンドルが変わっています。初期型はこのように T 字型でカスタム感のあるアップハンドルになっていますが、01年以降はナローなデザインに変更されていますね。そしてもう一つがパワーユニットです。エンジンは一貫して 124cc クーレーフォースト SOHC2 バルブの単気筒で、当初は最高出力が13馬力になっているんですが、1回目のマイチェンで排ガス規制が入り、最高出力が12馬力に落ちています。発生回転数も9500から9000になっていますね。あとリアスプロケの長数も46から43に小さくなって、二次減速比も変更されています。そして2003年、2度目のマイナーチェンジで悲劇が起きます。今度は騒音規制などによって最高出力が 7.3 馬力までガクンと落ち込んでしまいます。初代と比較すると4割以上もパワーダウンされていることになります。2000の筋肉マンバリに弱体化していますね。国内では 49cc のリミットいっぱいが 7.2 馬力なんで、これと同等の数値、しかもフォーストで140キロ超えの車体を引っ張るのはなかなか辛そうな感じですが、実際どうなんでしょうか。後期型のオーナーさんにぜひ伺いたいものです。
ここでちょっと面白いのが最大トルクです。それまでは8000回転で 1kg フォースとなっていましたが、03年式から3000回転で 0.81kg になっているんです。 125cc クラスだと5000から9000回転くらいなんで、これは異例の数値です。こういった騒音規制などの対策はすごく厳しくて、パワーダウンは余儀なくされたけど、極低回転域からでもできる限りスムーズに発進加速できるようにした、まあ苦肉の策だと思われます。この後期型のパワー不足を改善する方法として、キャブレター内のバキュームバルブを前期型のものに交換するというのが通例になっていますね。数値にするとだいたい10馬力、まあ、11馬力くらいには戻るとか聞いたことがあります。あとは KCA、まあ、二次エア装置をキャンセルしたり、ジェットニードルや規制前の CDI に交換する人もいますね。ちなみにキャブはミクニ製の BS28 です。川崎といえば景品のイメージが強いんでちょっと意外ですね。排気量に対して口径もちょっと大きめでしょうか。同型のものがシグナス180や GN250 とかジェベル200にも使用されています。マフラー間は結構ボリューム感があって、スラッシュカットがかっこいいですね。指導方法はセルのみです。キーシリンダーは車体右側タンクの下位置にあります。このパーキング状態でも鍵が抜けちゃうので、間違ってこの状態で止めちゃうとバッテリーが上がってしまうので注意です。バッテリーなんかはここのサイドカバーの中にありますね。あとオルタネーターが初年度の A1 だと単相交流ですが、 A2 以降だと三相交流になります。エンジン回転数と発電量の相関性、まあ走り方によって変わってくるんで一概には言えませんが、最初期の A1 型は指導性がいまいちなことが多いみたいです。燃料タンク容量は13リットルです。兄貴分のエリミ250V と同じですね。実燃費は30キロくらい、まあ少なく見積もっても20キロくらいは行くはずなんで、満タンだと航続距離は250から、調子が良ければ400キロくらいは走る計算です。ツーリングも視野に入れるならこういったリアキャリアも便利ですね。そしてタンクエンブレムは2000年式から立体に、 R タイプの波動砲みたいな形がスタイリッシュです。メーターは120キロスケールの速度計が1個、メガネと比較すると分かりますが結構大きめです。インジケーターはこちら、タンクの上にあります。エリミ 250V はタンクオンメーターなので、この辺はちょっと味気ないですかね。このトグルスイッチはオーナーさんの手によって追加されたもので、まあ、ライトのオンオフスイッチですね。でこのグリップヒーターも後で追加されたものですね。リアショックの取り付け帳は約 260mm、 メットホルダーはここ、車体左側にあります。テールランプはオーバル型で、ウィンカーも大きめで結構見やすそうです。このサイドスタンドもバターナイフみたいでかっこいいですね。エリミネーター125のシート高は約 680mm です。身長 179cm の私でも余裕のよっちゃんで両足がつきます。おお、結構重いな。車体が大きいので250以上と遜色のないポジションですね。足元は少し近め、ハンドルはやや遠い印象ですが、さほど気になりません。シートがかなりふっくらしていてグッドです。小1時間乗った程度ではお尻が痛くなりませんでした。ステップは結構ワイドな作りでちょっと武骨ですけど、滑りやすいってことはないです。タンデムステップは可動式ですね。ただタンデムシート部分はちょっと狭い感じですかね。シートの形状はかっこいいんですけど、2人乗りだとパッセンジャーが少し乗りにくいかもしれません。低回転域でハンドルを切ると結構ねカクンってハンドル重いんですよね。 U ターンなんかだとちょっと最初は戸惑うかもしれないですね。ただ加速して速度が乗るともう安定しますね、まあ、これぞアメリカンって感じで、エンジンはちょっと大味ですかね。トルク感はしっかりあって3速ぐらいからぐんぐん伸びてくんですけど、ちょっと50キロぐらいから若干エンジン音のうなりが気になる感じですね。結構3速4速からぐんと引っ張れますね。ああ早い早い、十分ですよこれ。最初の発進加速はちょっと鈍いですけど、このパワー規制後だと正直厳しい気がするんですけど、どうなんですかね。ちょっとキャブがね合ってないのか、レスポンスがいまいちで、一息ついてからドンと加速する感じなんですね。これが仕様なのかな。このポジションも以前乗ったフラットバー仕様のジャズにほんと近い感じで、足の位置はちょっと前目ですけど、現行のレベルになんか近い気がしますね。おっとブレーキは、まあちょっと甘いかな。リアがだいぶ効かない気がしますね。フロントはワンポットキャリパーだから初期型、パッド面積狭いとかでなんかヘリとか速そうな気がするんですけど、全体的にがっつりとアメリカンしていて、近所の裏山とか公園なんかがグランドキャニオンに感じられるような優雅な乗り味ですね。まあちょこまかスイスイ走るバイクではないですけど、そこそこの市街地だったらギュンギュン走ってっちゃうと思います。
エリミネーター125は10年選手のだけあって中古市場では33台と結構見つかりました。価格は10万円台前半から20万円台後半で、平均すると20万円ポッキリくらいでしょうか。このうち規制前2002年までの車両は3台、やっぱりパワフルな規制前は少ないですね。あとアメリカにしてはカスタムされている車両が少ない印象でした。というかカスタムパーツが極端に少ないので、いじる人は試行錯誤して工夫している感じです。個人的にドラッカーと相反しますが、ネックをもう少し寝かせるか、フォークを延長して、リアフェンダーをチョップしたり、サドルシートなんかに変えてもかっこいいと思います。発売当時は125アメリカに乗る人はどういった人なんだろうと不思議に思ってましたが、原付西モデルがメジャーになった今なら趣味性がすごく高いですし、レジャーバイクとしてありだなと思います。勝手なオーナー像ですが、国家公費の男の人が乗っているイメージです。あとエリミネーター125は教習車でも使われていたみたいです。アメリカンで教習ってのもなかなかすごいですね。全国的に CB125T だけかと思ってました。 125cc アメリカンの現行モデルだとスペインのレオンアートが2020年から日本で発売されています。こっちもねすごくかっこいいですが、リーズナブルにかつ国産キャブ車にこだわるならエリミ125は絶好のアメリカンだと思います。